の軸ニュースでございます昨日と今朝の FX について質問が来ていました何で窓開きが分かったんですかっていうこととかねその他でございます、えー、読ませていただきます、えー、っとトランプ大統領などの要人発言は何かの情報を得ているんですか昨日おとといかおとといの夕方ヤフーのトップページに出ていました えー、テレビ番組ですか、経済系の SNS ですか、テレビはもっぱらや NHK 教育とアマゾンプライムで子供の番組からで情報ツールとして、久しく使っていい、ませんはい、私もそうですいや、私はテクニカルをまず勉強してからだと思うんですが、久保さんのお話が分かるようになりたいので知りたいですと、はい、テクニカルをしっかりやってください、で、私がね、あの記事を思わせぶりに上げて質問が来た人にしか答えなかったのはなぜかというとあの、テクニカルでやってほしいんですよ、で、ファンダメンタルとかねあの、私はあんまり当てにしてないんですよ。ただ、これは 今回は来てるなと思った時はああ,ああいうふうな記事を上げて、えー、と直接質問いただいた方のレベルに応じて答えたりあこの人にはテクニカルを教えた方がいいから。 ファンダメンタルみたいなのは言わない方がいいなと思ったらあのごまかすというふうにしています、まあ、ですので一人一人の皆さんね歩みが違うんでああいう時はダイレクトメッセージをいただいて、えー、どういうふうに仕込めばいいのかそしてこれを当てにしていいのかリスクはあるのかそれから普段はどうすればいいのかということを込みで返信をね期待していただきたいと思います、はいえー、土日の間に仕込むということについて自動決済で売りに入るとは 予約決済で金曜日の終わり値で売りで入り、差し値で自動決済となるんですか、まあそんなとこですね、えー、これはね、えー、もうずいぶん前に売りで仕込んでおくことだと思うんですよ。んなんと言ったらいいのかな、えーとねえーあ、これは窓開けるなと思ったら、あもう最初から、あのー、入れとくんですね、その時に予約決済ではなくて、もう裁量で入っておくわけなんですよ。今度、あのー、一緒にやってみましょうね。 え土日の自動決済についてネットで検索してみましたが分からなかったので質問させていただきましたあまた外れな質問でしたら申し訳ありませんどうぞよろしくお願いしますとといい。うことですね。はいえー、回答は以上のようになりますちょっと分かりにくいところもあったと思いますけどもちょっと分かりにくいところはまだ積み上げるところが足りてないんだなと思っていただくしかないかなと思いますいずれにしてもこういう風にね もう買いますよとかねこれチャンスですよって言ってもそのレベルまで達してないと理解できなかったり私の発している言葉が受け取れなかったりするんでその時はあまだ基礎が足りてないんだなと思った方がいいかなと思います。えっと、どうしてもね 一攫千金の,その、ね、ノウハウとかに頼りがちになるんですけども積み上げたものしか一攫千金のノウハウっていうのが使えないように手が届かないようになっていると思うんですよ、まあ、ですので瞬間的にここで入りましょうって言って私に相乗りして勝てたとしてもそれは実力がついたわけじゃなくて一時的に金銭的に得しただけもしくはリスクを負っただけということになりますので用心していただきたいかなと思います、えー、それでは今回は以上かな、はい、また質問がありましたらこうやってライブでお答えさせていただきますまたお願いします